ご乗車ありがとうございました。松山、終点松山です。車内にお忘れ物なせませんようご注意ください。終点の松山です。今日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。お乗り換えもご案内をいたします。15時27分発、宇和島駅特急和解19号にお乗り換えのお客様、降りられましたホームをまっすぐ前の方へお進みください。次の宇和島駅特急列車は2両編成です。乗車口の汽車の番号5番から8番、5番から8番乗車口に停車いたします。宇和島駅自由席は1号車と2号車の前側です。乗車の番号5番から7番、5番から7番乗車口でお待ちください。宇和島駅指定席2号車をご利用のお客様、乗車の番号8番乗車口でお待ちください。ただいま1番乗り場7両編成で停車中の列車折り返し15時28分発岡山高松駅特急列車昭和電子都市24号となります。折り返し運転の準備が終了いたしますまでご乗車されるお客様は今しばらくホームにてお待ちください。こちら列車1号車から5号車1号車から5号車が岡山駅特急昭和電号前側2両の6号車と8号車6号車と8号車は高松行き特急石槌号です。岡山行きの自由席4号車と5号車、乗車番号17番から20番、17番から20番乗車口でお待ちください。高松行き自由席は6号車と8号車後ろ側、21番から23番、21番から23番乗車口でお待ちください。1番乗り場は左手側ご注意ください。1番乗り場左手側入ります列車、統一の前の特急列車です。なお、こちら列車が折り返し、15時27分発、宇和島駅特急和解19号となります。お客様が降りられました後、後ろドアを閉め、折り返し運転の準備を始めます。すぐのご乗車できませんのでご注意ください。